はい、どうもトラキチの無課金派オーロード阪神純正編です。今日でログインが、709日目ですね。はい、現在2021年5月26日の、15時8分なんですけども、今回はですねちょっとお知らせの方からね見てもらいたいなと思うんですけども、選手追加で、2021TS 第2弾新登場ということで、まあこのアカウントね阪神純正だけでやってるんですけども、阪神は鳥谷選手来ましたね。はい、鳥谷選手ぜひ欲しいなと思いますんで、このスカウト、10連タイムスリップセレクション、これをね、鳥谷選手出るまでやりたいなと思います。まあ、購入6回目はね S ランク自チームタイムスリップ第2弾1人確定ということで、まあ、60連までいけば必ず取れるんですけどね、これを今回回したいなと思います。はい、イベントの方はねバッティングトラベラー来てますね。はい、ランキングイベントです。でイベントの、まあ、一応累計報酬ですね一応見ておきたいなと思うんですけども、A ランクの TS 契約書ですね、ランダムが1枚2枚3枚ですね。で A ランク TS 選択契約書、これが2枚ありますね。これですね2枚ですね。で最後に S ランク契約書 TS 第2弾確率 33% という契約書ありますんでね、まあ、きっちり取っていきたいなと思います。はい、1週間のイベントですね、ランキングイベントです。はい、それでは、早速いきたいなと思うんですけども、僕ね鳥谷選手ね、A ランクをね、去年のアニバーサリーのやつかな、ロッテの鳥谷選手 A ランク2枚持ってますんでね、でバッティングトラベラーの TS 選択契約書で2枚取れますんでね、トツ4までは確実にいけるんですけどね、まあ、ぜひこのガチャでね A ランクもあとそうですねミント78なんでね、あと2枚称号4も欲しいなと思ってます。はい、そういう感じで、ね、守備が B、ショート B、 ちょっとねショートもね僕はオーダーでね現役の木浪選手とか、糸原選手とか入れてる状態なんでね、ぜひ、鳥谷選手にしたいなと思ってます。弾道ラインドライブミート78、パワー75、走力75ということで、非常に強い選手ですんでね、守備もね補給がもう補給スローイングと素晴らしいですからね、ぜひ取りたいなと思います。はい、それでは、鳥谷選手出るまでいきたいなと思います。そうですね、もうなるべく早めに出てくれればエナジーの節約になりますんでね、早めに出てほしいなと思います。それではまずいきます。 A ランク以上の選手1人確定ですね。次回購入1回目、いきます。1回目、いきなり来い。さあいきなり来ていいよ。 A ランクでもいいんでね来てほしいですね飛谷選手。さあちょっと阪神純正編は久々のガチャなんでね、じゃんじゃん S ランク A ランク来てほしいなと思います。うん、まあ A ランクじゃんじゃん来てほしいです。お、来た比嘉選手、オリックスですね。はい、もっと来い。鳥谷選手の A ランクが欲しい。お、来た、いいよ。畑選手巨人ですね、いいですね。 A ランク2枚来てます。もっと来い、もう1枚来い、もう1枚来い。あー、ないか。最後、おそらく A ランク鳥谷選手来てほしいです。お願いします。安田選手ロッテ、惜しいですね惜しくはないか。はい、10連目が、A ランク3枚ですね、比嘉選手で畠選手安田選手ですね。はい、まあまあ、A ランク3枚来たということです。次回購入2回目、 A ランク以上の選手1人確定ということで、こちらも、S ランク確定ありませんけどね、ぜひ S ランク来てほしいです。いきます、20連目お願いします。来い。お、月は出てる。S ランク来い。ないか。鳥谷選手の A ランクも欲しいんで来てほしい。ないか。 S ランクはなさそう。さあ A ランクじゃんじゃん来てくれ。うん、渋いな。おお、うん、あー、なんもない、なんもないですね。はい、最後、おそらく A ランクと思います。鳥谷選手お願いします。サンズ選手、阪神来ましたけどね、サンズ選手来ましたね。はい、まあ阪神来ましたのでよかったと思います。はい、はい、 A ランク1枚ですね。はい、残念ですね、ちょっと。はい、次ですね、購入3回目は S ランクタイムスリップ第2弾1人確定ということで、まあここでちょっと12分の1できれば引きたいなと思ってます。ここで終われれば一番いいんですけどね。それではいきます。3回目 S ランクタイムスリップ第2弾1人確定、いきます。鳥谷選手お願いします。
お、いいよ、流れ星流れてる。お、あ、え、もしかしたら来るかもしれない。なんかガシャってなったよあんまり演出分かってないから、え、自チーム確定ちゃうの、どうなの、どうなん、おほ、これ自チーム確定ちゃうの、取り返してしこい、ねえ、これちょっと待って、なんかドキドキする、え、これ自チーム確定かな、取り返してしこい、なんか来た、はい、松井選手、日本ハムバージョンですかこれは、はい、ちょっと待って、なんか来るよ、取り返してしこい、うん、あれ、お、来た、よし、もう来た、30連目できた、嬉しい、これはしかもあのあれですね、何、エスラング2人確定ですよね、もう、うわ、鳥谷選手来た、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます、30連できたよよかった、よかった、エナジーだいぶ節約になった、さあでもまだね、まだ最後来ますもんね、もう鳥谷選手でもいいよ、エスラングもう1枚、お、今村選手、巨人 A ランクですね、はい、最後もタイムスリップ来ます、鳥谷選手もう1枚来い、うん、増井選手、いやいや、でももう全然もう十分です、はい、もう全然 OK です、はい、30連で来てくれました、いや鳥谷選手ありがとう、いや30連の途中で来ましたね、はい、やっぱあれ自チーム確定やったんでしょうね、よかった、2枚来たよ、しかも増井選手は A ランクも来てますしね、いや嬉しい、僕ねこれね、こういうのです。あの30連目で自チーム引く、多分初めてやったと思うんですけどね。よかった、750エナジーできた。嬉しい。はい、来ました。30連目で。ちょっと一応もう一回能力を見ときますね。さあ、これは嬉しいな。はい、守備がショート B、弾道ラインドライブ、ミート78、パワー75、走力75ということで、守備のうまい、ミートもね、ちょっと A に乗せれるようにね、ちょっとあの A ランクも、そうですね。ランダムの方でね、バッティングダブルのランダムで出ればまだいけますんでね、はい、チャンスもついて、いや嬉しい、30連できた、ありがとうございます、いやこんなんね僕あんまりないんですけどね、残しましたね、はい、よかったです、鳥谷選手30連目で来てくれました、はい、今回こんな感じですね、一応まあタイムスリップ、ガチャしまして、第2弾のガチャしましてね、鳥谷選手見事に30連目で出てくれましたんでね、非常に嬉しく思ってます。はい。あとバッティングトラブルですね。今日から始まりましたんでね。まあ、A ランクのランダムの契約書でもね、鳥谷選手あと最低1枚出てくれれば極めにできますし、2枚出てくれればね、称号4もいけますんでね。称号でミート A 乗れる可能性ありますんでね。ぜひ、頑張ってバッティングトラブルも1週間やっていきたいなと思います。はい。今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金ハオロード阪神純正編でした。